やらなければいけないんだ。俺が。俺の邪魔をさせん。強さこそが正義だ。何をしているんだ。俺はご飯さんに教わった恩を返せず、ご飯さんに守られて、なのにまた守られて、自分の弱さを棚上げにして、未来、俺が怒るべき相手は俺が倒す。その程度の力で俺に勝てると思うな。まったく騒がしいやつだ。おかげで起こされてしまったじゃないか。17個。おまけに無策で奴に突っ込むとはな。だがそうでもしないと勝機も見えてこないか。俺がフォローしてやる。お前だ。俺は認めない。仲間などを信じて戦うお前たちなど、強さこそが正義だ。貴様らの信じている力なんぞ簡単に消え去るんだ。力はただ力だ。正義なんてものとは関係がない。力を持っていても間違った存在を俺は何人も見てきた。俺は俺の信じる正義を仲間たちと共に追い求める。それは貴様に力がないからだ。お前は父を、死を生き返らせる願いを身勝手だと言ったな。そう願えないのはお前が弱いからだ。俺は違う。俺は強さで過去すらも手に入れる。そうか、違うか。お前はスーパードラゴンボールで勝てばかつてのように戻れると思ったのか。だとしたなおさら負けるわけではいかない。違う、お前にだけは。うん、当たらんぞ。全力で行くぞ。すまなかったな、二人とも。任せっぱなしになっちまってよ。悟空さん、お前動けるのか。それはこっちのセリフだぞ、17号。オラとトランクスで目に出る。おめえは援護を頼んだぞ。ファイナルフラッシュ。ジレン、俺はお前に勝つ。負けたら全てを失う。俺は二度とあんな目に遭わぬ。だからお前は俺と同じだ、ジレン。ほんの少し前の俺と。だからこそ負けられない。俺は俺を超えるんだ。この位置ならお前もどうしようもあるまい。17号、何を。
ジレンさん脱落により第11宇宙消滅でございます。17号はバカ野郎、フォローするって言ったじゃないか。無茶をするのは俺なんじゃないのか。俺はもう誰も失いたくなかったのに。さて、残った戦士は3人のようですね。どうやらうまくいったか。17号、おめえ自爆したんじゃ。誰かさんたちほど俺は無鉄砲じゃないんでな。いざという時に備え身を隠していただけだ。なんだ、そんなに泣くほど優勝が嬉しかったのか。な、これはお前が。第七宇宙のお三方、願いは決まっていますか。